お悩み相談いただきました。石川のりき様、こんばんは。はい、こんばんは。TikTok で動画、ライブで人気になった飲食店の店主さんが、配信にハマってしまったようで、お店より配信がやりたい欲が上回ってるように感じて、非常に残念で、SNS で人気出たお店は、こんなにも、天狗のように変わってしまうものなのでしょうかという、ものをいただきました。はい。で、細かい内容なんですけど、信用して認知してる人には会員証を渡したりと、完全にリスナーのみでお店に通って声かけてない、常連は無理とのこと。はい。で、お店はバイトに任せ、リスナーさんとオフ会をしたいとか、お店にあまりお客さんを来させたくないから高い値段にすると。うん。列を整備のために値上げを100円行いましたか、TikTok 配信者の知り合いの人にお願いしたり、リスナーにボランティアでお願いしているようなので、この辺もなあなりになっているので、どうなのかなと感じてしまいました。その他はリスナーさんから差し入れを受け取られたりしてますというね、メールいただきましたけど、意味がわからない、あんまりな。うん、なんかちょっと情報がこれも足りてないですね。もうここまで喋るんだったら誰のことかちゃんと裏を張ってほしいなって話だし、名前を挙げないでくれってなったら挙げないでくれって書けばいいし、その、ね、多分あなたはね、リスナーだからその人のことを知ってるんだと思うけど、なんかちょっと過剰書きで書かれておりますが、ちょっとよくわからないですけどね。どういうこと？まあその、とある飲食店の店長、オーナー、まあ、どっちでもいいか。が、ライブ配信を始めて、ライブ配信に偏るようになったってことかな。配信者の方が強くなってしまったってことかね。だから何、その、リスナーで自分が認知してる人には会員証を渡したりとか、なんか自分のお店をほったらかしにしてリスナーとオフ会したりとか、なんかもう、ある程度ネットでもバズってきたから、なんかあんまりお客さん来させたくないから、ちょっと値段上げようかな、みたいな話とか。あとはその、お店がバズってお客さんが列作るから、列を、整理するために、その、商品の値段上げたんだけど、結局はなんかその自分の知り合いとかにお願いしてるから、なったらなんで商品の値段上がっちゃってんのみたいなとか、そういうところが疑問に自分は思ってるってこと。まあでも結局店の店主がやりたいようにやるからね。うん、まあそれでお客さんがその店を選ばないんだったら、どん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 価値も下がっていくし、お客さんの足も途絶えるし、いつかは潰れていくしって話だし、多分あなたは自分はその店が好きで行ってたのかな。うん、それとも行ってないのかな。なんかそれも教えてほしいよね。結局これって何、ネットから見ててうんって思ったのか、あなたはお店のもともとお客さんでね、え、それでお店が変化してついていけなくなってこういうメールを送ってきたのか、俺わかんないんだよね。さっきも言ったけど、マジで今の日本って、すげえネガティブで、何でもかんでも苦情出てくるし、くだらないニュースとかいっぱいあるじゃないですか。ね、二毛作のニュースとかもそうなんだけど、本当になんかちょっとそれが当たればバン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 みたいな。そう、文句体質になってるから、このメールも、あなたがどういう立ち位置でこのメールしてきてるかわかんないんだよ。あなたはお客さんなの。そう、お客さんで、その店に通ってて、って言うんだったら、まあちょっとわかるんだけど、行ってないんだったら、まあそもそも黙っとけよみたいな話になるし、そう。ただあなたが不快に思ってこういうメール送ってきたのかもしれないけど、そう。まあお客さんだとは思いたいですけどね、ここまでのメール送ってきてるわけだから。だから多分自分が思っていたお店のイメージと変わったからついていけなくなったってことだと思うけど、まあでもそこから離れるのも、それでも自分が理解をしてついていくのも、自分で決めればいいんじゃない？だってお店のことはお店の人が決めていいわけだから、そのお店に通うか通わないか、ついていくかはそのお客さんが決めればいいのであって、お店としてはそれがいいと思ってそういう方向性にしたいわけで、ダメだダメだって言われてたらやりたいことがやれないわけだから、ある程度新しいことをやるって反発って絶対あるんですよ。これって別に飲食店だけではない、我々の配信なんかもそう。配信スタイルを変えたりとか、変更することって絶対反発あるんですよ。そう、それでも自分を信じて自分のやりたいことを正しいだと思うことをやるわけ。やっぱ人の変化って必ずあるからさ。もうこの飲食店に関しては別にそれでもその店の飯を食いたいならば、行けばいいしね。そう。あ、メール続報来ました。すみません。お店は1年ほど通ってました。1年ぐらいで変わってしまいまして、配信に夢中になって変わってしまったのかなと思いました。何回変わったって書くんだよ。動揺しすぎだろ。ね、一年ぐらいで変わってしまいまして、配信に夢中になって変わってしまったのかと思いました。もう変わったのは分かったよ、自分で書いてんだから。メール下手か。ね、変わったのは分かってますよ。何回変わったの書くんだよ。変わってんな、お前。まあまあ、分かります。分かりました。まあ、一年ぐらい通ってたってことだね。まあ、多分常連さんだったんだろうな。
常連さんだったんだけどネット配信を覚えてから店のスタイルが変わったから残念に思ってるってことだよね。まあでも気持ちはわかるけどね、やっぱりその自分が好きだったお店が自分が合わない形で変化していくことって残念に思うと思うけど、そう、それでも食べたいか食べたくないかじゃない。だってあなただけがお客さんなわけじゃないじゃん。今のスタイルでも行列は作ってるわけでしょ。そう、お店って配信って子さんだけを大事にするわけじゃねえんだよな。俺ら配信もそうよ、子さんとかさ、まあ、まあ、あんま関係なしに苦情は来るよ。あー成功性とかこんなん良くないよって来るけど、別にその人だけがリスナーじゃないんだよ。もちろん意見としては意見だったら見るけど、聞くには聞くけど、でも決めんのは俺なんだよ。配信だったらお店だったら店長でありオーナーなんですよ。あなただけがお客さんじゃないんだよね。あなたを満足させるために店を開けてるわけじゃないの。あなたが満足しに行くの、お店に。配信もそう。俺はリスナーを満足させるために配信をしてるわけじゃないんですよ。リスナーが楽しむためにここに来てくれてるんですよ。だから楽しくない人は去るし、食べたくない人は去るんですよ。そう。だから今あなたはそのお店がネット配信とかを覚えて変化することにあなたは違うなと思ってるかもしれないけど、でも行くお客さんはいるわけじゃん。それでも食べたい人はいるわけじゃん。それはもうあなたが決めるしかないよ。うん。だってあなたのために店変えるわけじゃねえし。そんなの逆にあなたのために変えて、じゃあそのスタイルがノーっていう人はどうすんのよって話じゃん。今のスタイルがいいと思ってるお客さんはどうすればいいの。会員証もらって喜んでる人とかどうすんのよって話じゃん。そしたら一人一人に合わせることって無理やん。だったらお客様が合わせることも大事じゃん。合わないんだったら食わなきゃいいじゃん。それだけの話を。だからこのメールだけ読んでるとあなたは会員証もらってないのかなって思っちゃう。だからこういうこと言ったのかなって。一番最初書いてあるじゃん。信用して認知してる人には会員証を渡す。あなたは1年店に通ったって言ったよね。1年も通ったのに自分は認知してもらえなくて会員証もらえなかったのかな。そう、そういうことね。オフ会も参加できなかったのかな。そういうところからこういうメールになったのかなと思うんだよね。ちょっと嫉妬しちゃったのかなってね。だってあなた多分会員証もらってたらこういうメール送ってきてないよね。自分は1年も通ったのにみたいな、省かれたのかなみたいな。俺はそんな気がしてる。違ったら申し訳ない。はい。まあ、だけど、別にね、本当に食いたいか食いたくないかだけじゃない。うん。どうしてもそこの店に食いたいんだったら、もうある意味、勝ち負けで言うならあなたの負けよ。惚れ込んじゃったんだから、その店に。合わせるしかね。でも、いや、待って、みたいな。自分には自分の、ちゃんとルールがあるんだっていう。ね、自分なりの意見があるんだと。ここまでされてまでは食いたくねえって言うんだったら食わなきゃいいじゃん。天狗のように変わってしまうのでしょうかって。まあ、天狗と思うかどうかも人それぞれやろうね。逆にこういうスタイルで会員証もらって喜んでいく人もいるし、そう、ネット配信を楽しむ人もいるから、難しいとこですけど。俺はそう思います。誰のことか知りたかったけどね。あ、先ほどの、TikTok のお店の人も、追記でメールいただきました。ありがとうございます。クレープ屋さんだったんだ。最初に不審を感じたのは、X ポストの文面にお客様がマヨネーズ多めにしてほしいと言われ、100円かかると話したら、驚かれたと、煽りのような文面に感じたのがきっかけです。今はお店は閉じて移転するようです。という。閉じて移転するのか。え？もう知ってる俺、ここ。知ってる？ここのスイーツ屋さん。俺多分外配信に行ったわ。俺は悪口言ってないから、まあ言ってもいいと思うけど、お店は。川越の、クレープ屋さんだわ。多分知ってるよね、有名なところで。うん、多分俺、のり散歩で行ってるよ、俺。俺は食べてはない。有名店だから、お店には入ってないんだけど、お店は知ってます。あ、そうなんだ。もう川越のクレープ屋って言ったらもうここだよね。っていうぐらい有名だよね。まあでもこういうSNS で我の強いクレープ屋さんだけじゃなく、飲食店は結構多いけどね、たこ焼き屋さんとかもそうだけど、結構ネット寄りの人が多いよ。いいとか悪いとか置いといて、例えば某飲食店さんとかで家賃が払えないとか、お金がないとかを SNS に書いたりする人もいるしね。お店の事情を SNS に投稿して、ちょっとお涙ちょうだいっていう人もいるから、そう。やっぱそういうのもまた見る人によってさ、助けてあげようって人もいれば、なんでこんなこと言ってんだろうなっていう人もいるだろうし、もうお店が潰れそうですとか、もう家賃払えないんですとか、滞納してますとか、いう人もいるし、そういう、店主の方もいるしね。そうじゃなく、ほんと普通にただただ SNS をやってるお店もあるし、ほんといろいろいるのよ。
そう。だけど、まあ、別に、まあ、嫌だったら利用しなきゃいいし、まあ、使いたいなら使えばいいししかないよな、でもな。言い悪いはないもんね、別にね。悪いことしてるわけじゃないからね。私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は、遊びじゃねえ。お疲れ様でした。Thank you! です。